東州市は中華人民共和国山東省南部の総称市にある研究市。三島省及び中国全土でも人口が最も多い研究行政区である。歴史は古く、周代の諸公国である東国がこの地にあった。黄河と愛イの中石平野である、黄淳平原に位置し、東は大義山脈に接し、西はこの山湖に臨む。地域の地勢は、 比較的平坦である。年平均気温は摂氏13度、年平均降水量は773ミ、mm、リメートル。東州は山東省の重要な食料生産地で、主な作物は小麦やトウモロコシなど。東州市域内は石炭資源が豊富で、埋蔵量は60億トンに達し、山東省でもトップクラスにある。ただし石炭採掘に関わる問題も起きている。 上古及び、周代のこの地には、唐、摂、中、小中の各諸公国があった。唐の国土の東城は、現在の唐州市街地の近くにあり、摂の国土の摂城の遺跡は、唐州市街地の南 30km ほどの場所に、現存する。唐州の市域内からは、多くの偉人が排出された。戦国時代の思想家、軍学者で、 牧科学派の始祖でもある牧師の出身地については諸説あるが、現在の東州市にあたる忠国の乱由という説がある。戦国四君の一人、盲将君は、父の太英が説に封じられていた際に生まれたとされる。春秋時代末期に様々な建築用具を発明したとされる交渉の始祖の高油版の故郷についても東州にあったという交渉がなされている。 平原君の触覚であった毛水の記事説もあり、墓も東州市域内にある。真に東県が置かれ、間に一旦シュゲル県と改名されたものの、隋に東県が復活し、以来この名で呼ばれてきた。1988年に県が廃止され、東州市が設置された。東州付近は甲賀文明の栄えた地で、有史以前より文化が発達していた。 紀元前6000年頃の縦穴式住居跡や土器が、市の北新街道から出土しており、この時期の文化は、北新文化と呼ばれる。伝説では、三皇五帝のうちの炎帝と皇帝が、戦い縁帝が敗れた後、東へ進んだ皇帝は、大十子を塔に封じたという。紀元前1046年、周の武王は、弟の作主国を塔に封じ、 以来31代にわたり周王室の同姓である、姫姓の王が続いたが、越王後専により、紀元前414年に滅ぼされた。戦国時代、唐の文皇が王であった時期は、孟子の助言に従いながら、政治を行い、卓抜した実績を挙げたため、全国と呼ばれていた。秦の始皇帝が戦国を統一した後は、軍権政が敷かれ、東国及び、 雪国はそれぞれ、刀剣と、雪剣となった。前寛初期、皇祖は刀剣を、茂げるに改め、武帝は、高級剣を置きました。北儀は、高級剣を廃止して、洋兵剣を置き、北西は、洋兵剣、雪剣、豪豪剣、正良り栄光剣、栄福剣の六剣を、茂げるに編入した。また、廃剣、高平剣、南部洋剣などの一部も、 シゲル県に編入している。隋の海王6年、文帝はシゲル県を東県に改名した。海王16年にはさらに東軍に昇格したが、後に東県に戻っている。当の大宗李世民は弟の李モトを当落とし、当に封じた。李元トは当にいた間、政務を行わず遊びに教授うたらくにふけていた。公衆に移った後も遊楽を続け、 東王閣を建てている。東の元画年間に従来の県城から東へ二里の場所に新しい県城が建設された。北僧は基本的には東朝の地方制度を継承した。僧が南に移った後、金朝は東県に東明郡を県を消した。金の大定22年には東明州へと昇格し、2年後には東州と改名され、東県、拝県、 数県の三県と、東アキラチンを管轄した。民の後部2年に、東州は廃止された。清の建流年間に、古領県の一部が、東県に編入されている。中華民国建国後も、東県の範囲は、基本的に変わっていない。日中戦争の女州海戦では、初戦で東州攻略戦が行われたが、この地を守っていた四川省の川軍はわずか2000人、ほどで、 日本軍と戦い貴重な時間を稼いだ者の,の大打撃を受け、師団長の欧名将は戦死した。国民党軍の前線における戦死者としては、長寿中に次ぐ行為の軍人であった。中華人民共和国,国語建国後の党権は、最年戦区に属した。1979年に、総称氏の管轄下に代わり、 1988年3月7日に国務省の批准により小直轄の東州市が誕生し、当県は廃止された。東州の経済は比較的発達しており、中国国内の全国経済百強県市のランキングでも50位前後に位置している。人口157万人の東州市は、総称地球市にある他の5つの市角区を人口で圧倒しているが、 GDP や財政収入の面でも圧倒しており、総称市政府が東州市の管轄権を手放さない主な要因となっている。京湖鉄道が市を南北に縦断し、また河川は京区以大運河につながっている。京福高速航路は市街地東部を通り、104国道が市街地を横切っている。また、東佐賀鎮に京湖高速鉄道の東州東駅が開業した。 五海道、十六鎮を管轄する。牧師国際研究センターと中国牧師学会が東州市に本拠を置く。東州は牧師の故郷であると主張している。孔子の故郷の極富市や孟子の故郷の崇城市にも、近く、儒教の影響が色濃く教育熱心な土地柄である。東州の特徴的な食文化は、羊肉湯、せんべい、なせんべい、から湯、上。 などがある。特にカユは豆を使ったもので朝食などに食べられ、他の地方とは異なった意義を持つ。東州市2006年、国民経済は社会発展統計広報、統計市による。ただし、猛水の墓は、河北省簡単市にも存在する孫、くれないがち、不服非創症丼平産食、東州、独立現象庁、全哨月下2006年1月号、香港。 ありがとうございます。